さあそれでは続きまして、昨シーズン発足いたしましたチアグランパス、コロナ禍でも華やかで力強いパフォーマンスでスタジアムを盛り上げてくれました。そして今シーズン新たなメンバーを迎えて結成した2021シーズンのチアグランパスをご紹介させていただきます。それでは2021シーズンチアグランパスメンバーの登場です。大きな拍手を。さあ改めまして2021今シーズンのこのフルメンバーで皆さんの元に顔がラインナップされたということで、改めまして、チアグランパスの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは昨年に続きリーダー、はい、ミラノちゃん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあミラノちゃんの方から今回のね、まあ旧メンバーからの新メンバーも全てご紹介いただきたいと思います。はい、改めましてチアグランパスです。こんにちは、ありがとうございます。私たちも新体制になりました。メンバーの紹介をさせていただきます。昨年に引き続きサブリーダーをやっていただきます。ウインクと、バレーが特技のリオです。はい、続いてふわふわニコニコ笑顔新メンバーミクです。そばかすとエクボがチャームポイントの新メンバー渚。はい、小さな努力家新メンバーゆいか。あざとかわいい代表はな。はい、アクロバット担当のまい。おしゃれ大好きミユ。チアグラ1のじゃんけん王リナ。天然炸裂ルナ。クリクリおめめのさやか。チアグラムードメーカーしほり。そして昨年に引き続きリーダーさせていただきますミラノです。お願いします。はい、ということで改めてチアグランパスの皆さん、まあ、今回フレッシュなメンバーは3名ということでね、はい、まあ、本当に昨年産声を上げたこのチアグラですけども、かなりまあ本当誕生のタイミングも大変だったと思うんですけど、振り返ってみて昨年1年間どうでしたか？そうですね、2月のデビューが8月になってしまったりと、コロナウイルスの影響でさまざまな、壁が私たちのあったと思うんですけども、本当にたくさんの人に支えられて、たくさんの人にこうして見ていただいて1年間やってこれました。まあでもね、皆さんが試合前、さらにはどんな状況でもハーフタイムで盛り上げてくれたおかげでチームは好成績でございましたよ。ありがとうございます。ねえ、本当に縁起のいいそんな存在だと思ってますけども、さあハードルが上がっております。はい、はい、期待も上がっております。はい、そんな中2年目の今シーズン2021シーズン、意気込みを一言皆さんにお願いします。はい、そうですね、まだまだコロナウイルスの影響で、制限されてしまうこともたくさんあると思うんですけども、たくさんの人に愛されるチアを目指して、今年も、グランパスの勝利の女神となれるように一生懸命頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。はい、ぜひとも勝利の女神たち12名にぜひとも今シーズン期待してください。チアグランパスでした。大きな拍手を。ありがとうございました。彼女たちがいるだけでこういう寒い空も寒い空気も心から暖かくなるということで、彼女たちのパフォーマンスまたピッチ上で見たいですね。ぜひとも楽しみにしていてください。今日はね、ちょっとジャージ姿だったんですけども、また新ユニフォーム、彼女たちの専用のユニフォームができてまたパフォーマンスしてくれると思います。華やかな彼女たちのパフォーマンス、ぜひホームゲームに来て
いただいてですね、楽しみにしていただければと思います。さあ、それでは続いてまいりましょう。もうこのセッティングを見ればおなじみのお時間でございます。そうです、今シーズンでなんと6シーズン目を迎えたというこの2人、オフィシャルサポートソングご存知だと思います。クワイフの2人が今シーズンも務めてくれるということで、では早速2人を呼び込んでみましょう。クワイフです、どうぞ。はい、もうねおなじみの二人ですけど、改めてまたこの新体制発表会のタイミングで今シーズンのオフィシャルサポートソングを引っ提げて来てくれました。まだどこにも世に出ていないということで、本邦初公開、どんな曲になっているのか、どんなタイトルなのか、すべてが楽しみな中、改めてご紹介しましょう。クワイフです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。6シーズン目。はい。彩乃ちゃんどうですか？いやー、本当に、なんか、すごいことだな。自分たちのことなのに、6シーズンも連続で担当させてもらえるって、うん、偉いことだなって思います、本当に。嬉しいです。まあ、でも本当、激動の6年間を共に戦ってくれた、はい、そうですね、2人だなと。はい。振り返ってみてどうですか？今までは。そうですね。まあ、2017年、2016年から担当させていただいてますけど、うん、2017年は J2 を経験して、うん、そこからこうやって一歩一歩、チームとして大きく強くなっていく中で、自分たちも音楽で携われたことが本当に嬉しく思ってます。はい。まあ、そんな中、もう昨シーズンは、もう二人にとっても非常にいい気持ちの気分のいい、まあ、もちろんね、コロナ禍ということで、まあ、いろいろな世情としては苦しかったと思いますけども、その昨年振り返ってもらっていいですか？そうですね。ご存知の方もいるとは思うんですが、まあ、元々はというか、今でも3人組でドラムの三輪がいるんですけど、昨年、まあ、コロナとは関係なく、ちょっと体調不良でお休みしておりまして、今日もこのステージ2人で立たせてもらってるんですけど、まあ、そして、まあ、コロナもあって、まあ、メンバーの休止なんかも私たちあって、本当にまあいろいろと大変なシーズンだったんですが、やっぱりそんな中でもね、グランパスが最後いい結果頑張ってくれて、私たちもすごくパワーをもらって今季を迎えられて、すごく嬉しいです。はい。まあ、その思いがすごい募って溢れ出た涙も見ました、ファン感の時にねえ、本当いろんな思いがこもった1年間だったんですね。はい。はい。さあ、そしてこの後披露してもらうのは2021シーズンに向けての新曲と、はい、いうことなんですよね。はい、初披露させてもらいたいと思います。はい。まあ、制作の方は2人でやられたんですか？そうですね、今回は、はい、完全に2人で。じゃあまずは内田君の方から、どんな、これタイトルは曲紹介の時に、はい、そうですね、始める時に、演奏を始める時に彩乃ちゃんの口から発表されるということなんで、僕はあえて聞かずに進めていきますけど、はいはいはい、そんな新曲、まずは内田君どうですか？どんな思いが？はい、今まで、4曲、サポートソング書き下ろしさせてもらって、初めてですかね、具体的にこう、ここに行きたいという目標を歌の中で、うん、しっかり表現できた曲じゃないかなと思っていて、うん、僕たちとしてもな、それは挑戦であり、新しいステップに向かうための曲だなと思っているので、うん、そういう意味でもこう新しく、本当に2021年、再スタートになれたらいいですし、本当に新しい気持ちで始まるシーズンだと思いますので、そういうシーズンにぴったりの曲になったんじゃないかなと思っています。前回がね、サルビアということで、はい、まあ、本当ファミリーの皆さんの気持ちというのを、まあ、こもった曲なんだなっていうのをすごく感じたんですけど、それと比べると、彩乃ちゃん、今回は？そうですね、もうファミリー全員で、やっぱりまあ一つになっていくっていうのは、もうこれからずっと、この先も同じメッセージだと思うんですが、うん、その昨シーズン苦しい時に、やっぱりファン感の時にも言わせてもらったんですけど、そういう、なんか世の中がどんな状況でも、やっぱり、まあ、今こうやって今日ここに集まってるファミリーの皆さんだったり、
配信で見てくれてるね、皆さんもだと思うんですけど、やっぱりグランパスが好きで、グランパスっていう存在が自分には必要で、っていうのをなんか、改めて2020年で深く感じたなって思ってるんですね。から、なんか今年もまあどういう状況になっていくか正直わからないですけど、でもやっぱり自分たちがもう好きなものは好きなんだっていう気持ちを、もう、大々的に表した曲でもありますし、そしてやっぱり皆さん今期はもう狙っていきたい、超えていきたいってみんなが思ってると思うので、その気持ちをもうストレートに表現しました。まあスローガンも超えるということでね、もうぴったりみんなの気持ちが一緒だったってことですね、はい、そう考えると、はい、さあということで今からスタンバイしてもらいますけども、大丈夫ですか、はい、お二人初披露ですよね、もちろん初披露、はい、毎年ビクビクしますねこれね。そうですね、はい、どんなところに注目してほしいですか最後に。あ、どんなところですか。はい、ですね、まあ毎年みんなでやっぱり本当声を出して歌いたいところとか、まあ今までの曲も全部あるんですけど、今期ものはどうなるか分かりませんが、まあそういう場所も作りました。で今日もまあ声出せないですけど、あの心で感じて心で一緒に叫んでもらえたらなと思います。はい、じゃあもう初劇になりますけども、もうすでに皆さんの中では自分のものと思って聞いてもらいたいなと思いますね。はい、はいはい、それではお二人にスタンバイしていただきたいと思います。それではパフォーマンスです、よろしくお願いします。トヨタスタジアムにね、集まってくれたファミリーの皆さん、そして配信で見てくれているファミリーの皆さんに届くように歌いたいと思います。2021シーズンオフィシャルサポートソング、聴いてください。ナンバーワン。君がナンバーワン、僕のナンバーワン、誰にも邪魔できない、この気持ちは、そうさ、ナンバーワン。ずっとナンバーワン、譲れない、負けない愛を叫ぶ、yeah! Yeah! 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 ねえ、やっぱりそうだ、間違いなんかじゃなかった、逆境は喜びのプロローグだったんだね。どうしたってこうしたって守りたいものがあってよかった、出会えて本当よかった。君が走るから僕も走る、君が笑うから僕も笑う、ああ、君が辛い時は僕が歌うよ、出ないなんて心さらわれたの日が、君がナンバーワン、僕のナンバーワン、誰にも邪魔できないこの気持ちは、そうさ、ナンバーワン、ずっとナンバーワン、譲れない、負けない愛を叫ぶ、どうもありがとう。クワイフの2人、ナイスパフォーマンスナンバーワン、ありがとう。じゃあちょっとマイクを持ってこちらまで来てもらっていいですか。言っちゃったね。言っちゃいました。おおってなったね。言ったからにはねえ、まあでも本当いろんな意味のあるナンバーワンっていう、そういった歌詞を、はい、まあ今回はね、あのビジョンの方に歌詞も映し出されておりまして、はい、でいろいろとこう耳で聞きながら見ながらって感じだったと思うんですけど、今ね流れてきましたが、どうですか、もう歌詞自体が寄せたねグランパスにって思うぐらい、はい、で僕らにとってはねすごくわかる、共感できるワードがいっぱい入ってましたけど、はい、どうでした。そうですね、もう本当に、まあ、正直、やっぱりこれだけ何回もやらせてもらってて、もう何曲も作ってるんで、毎年、まあ、今年は何が伝えたいかな音楽でって結構悩んだりもするんですけど、
もう今期はもうこのメッセージでもうズドンとぶち抜きたいなと思って、まあ、やっぱりそれぐらいの期待の持てる昨シーズンからの今シーズンだということを、はいはい、まあ、皆さんの気持ちを代弁したというようなことだよね、はいはい、内田君どうですか。そうです、あの2番の A メロの歌詞で、うん、あのそこの橋であったりとか、もうそこそこそこ、はい、ね、渡り慣れた橋の話ね、はい、とかあの外のベンチであったりとか、そういう景色が出てくるんですよ、はい、なんかあの歌詞の中でやっぱ景色があると、例えばあの、試合が始まってでもあの試合に来れないっていう人もその、あのスケジュールの中であると思うんですよ。でもその曲聴いたら、うん、トヨタスタジアムの景色を思い出して、なんかこう近くにいるような気持ちになってもらえたらなと思ってそこの歌詞を入れてるんで、うん、特に2番の A メロの歌詞があの大好きですね自分は、うんうん、まあ、最後グランドラブまで言ってるからね、はい、ね、大きな愛という意味もありますけどいや大きな愛ですよ ね、まさしくですよね、はい、いやでもこの曲調も含めて、お、興奮しすぎグランドラブに興奮しすぎだから、これ失礼しました、配信の人びっくりしたんじゃない、本当にね6年目にしてねやってくれましたね内田君、マイクを落とすっていうねすいません失礼しました、はい、いやいや僕今、ね、何をね質問したか全く飛んでった今なくなっちゃいましたね、飛んでっちゃったすいませんいやいやいや、あのでもさっきあのビジョンでずっと見てたんですけど、はい、なかなかこういうステージで、はい、スタジアムをバックに歌うことってそれこそなかったからすごい綺麗だったよ。そうです、そうだね、ちょっと自分でもだから 見たいですね、あの見れなかったと思うんですけど、さすがに見れないですけど、いや実は今回あの公式アプリで生配信してるんですけども、はい、名古屋グランパスの公式の YouTube チャンネルの方で、はい、本日の新体制発表会がアーカイブで残るということなんで、あの今日あのちょっとね見た人また余韻に浸りたい方はぜひ、あの今ね内田君がマイクを落としたナイスプレーも含めてですねあそこはカットしてもらえるんですね、ノー編集でお届けしたいと思いますので、ね、手間が、はい、あのぜひともご覧いただいて、またあの次のホームゲームの時にはもう皆さん自分のものとしてナンバーワンの気持ちを込めてね、あの歌えるようにしてもらえると嬉しいです。さあそれではそんなお二人一言ずついただきたいと思いますが、内田君お願いします。はい、今シーズン、本当に特別なシーズンだと思います。記憶に残るシーズンだと思っています。その中でやっぱり、1位をナンバーワンを目指して順位としても行きたいですし、なんかサポーターもうファミリー全員ですね、もうファミリー全員としてもこの J1 のクラブ J リーグの全クラブの中で俺たちが一番かっこいいんだよっていう風にこう誇れるような空気を自分たちもできる限り音楽で作っていきたいと思っているので、皆さん今年1年もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。それじゃあ綾乃ちゃんお願いします。もう私は一言だけじゃあ言わせてください。みんなで目指すぞナンバーワン。ありがとうございました。力強いメッセージいただきました。クワイフの2人でした。大きな拍手、ありがとうございました。ありがとうございました。愛の部分でもナンバーワン、そして綾乃ちゃんの言ってくれました我々の思いを代弁してくれた目指すぞナンバーワンということでね、ぜひ先ほども言いましたが名古屋グランパスの公式の YouTube チャンネルで本日の新体制発表会の模様をアーカイブでお届けしますので、ぜひクワイフのパフォーマンス並びに今日来られなかった皆さんに、そして生放送のアプリを見られなかった皆さんに向けて、あの YouTube にあるからねという形で伝えてもらえると、皆さん足並み揃えて今シーズンを迎えられるんじゃないかなと思います。さあ、それでは最後になりますが、メディア向けのフォトセッションのコーナーへ移らさせていただきたいと思います。それではグランパスファミリーとなりました、新たな新加入選手たちにご登場いただきたいと思います。どうぞ!お願いします。さあこれからメディア向けのフォトセッションということで、今回は皆さん、あのメディアの皆さんがですね、あの選手たちの目の前で陣取っておりますので、おそらく選手たちを見る際に眼差しを送る際にメディアの皆様が見切れてしまうことが、あの視界に入ってしまうことがあると思いますが、どうぞご了承ください。はい、今はですねベンチコートを着用されてますが、フォトセッションの際にはまたユニフォーム姿になります。
さあ先にポージングだけ決めておきたいんですけども、6選手真ん中割って3対3でちょっとセンターに内側、そうですね、右、そうですね、そうです、そうです、そんな形で、で手は腰に、両手とも腰にというそんなポージングでやりたいと思っておりますので、はい、じゃあベンチコートの方を脱がさせていただきます。今回もワンポーズでいきたいと思いますので、まずはスチールの皆さんをメインにいきたいと思います。スチールのカメラマンの皆さんに向かってですね、いきたいと思いますので、じゃあ目線はどこにしよう、今手を挙げてくれているカメラマンの女性のところを向かって、6選手ではポージングよろしくお願いします。スチールメディア向けフォトセッションでございます。表情が硬いのでもう少しにこやかにというオーダーが来ました。にこやかにお願いします。スマイルでお願いします。新たな仲間たち6名、さあスチールのみ、センターのみですね、センターのみでいただきたいと思います。どうでしょうカメラマンさん、どうですかスチールの皆さん、 OK ですか。はい、 OK です。さあ続いて ENG、動画の方ですね、はい、今度はカメラ、大きいカメラの方で抜いていきたいと思います。同じポジション同じポージングで大丈夫です。はい、じゃあまずは真剣な表情でね、戦う意気込みを向けた真剣な表情をいただけると嬉しいです。はい、さあそして続いてにこやかな表情お願いします。スマイルでお願いします。ようこそ名古屋へ。ああいいですね、柿谷選手みたいな、もうその笑顔、皆さんもこぼれるような、もう満面の笑みをお願いします。さあよろしいでしょうか、動画の皆さんよろしいでしょうか。もうちょっと、もうちょっとだけ、ラストスパートです、ラストスパートです。寒いですからね、もう少しだけご辛抱。はい、ありがとうございます。 ENG の皆さんもお疲れ様でした。そうです、選手の皆さんもお疲れ様でした。じゃあベンチコートの方をまた来ていただきたいと思います。さあ今日はね、野外で行うということで非常にね、寒いコンディションの中行っているということで、選手たちには随時ベンチコートを着ていただきました。そして、この新体制発表会もいつも例年に比べると非常に短縮バージョンでお届けしておりますが、どうぞご了承いただきたいと思います。さあということで、いよいよ2021シーズン動き出しました。グランパスファミリーの皆さん、ぜひとも今シーズンも共に戦ってまいりましょう。ということで以上をもちまして、名古屋グランパス2021シーズン新体制発表会閉会とさせていただきます。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ぜひとも新加入選手の6名の活躍、そして全選手の活躍にどうぞご期待くださいということで、選手の皆さんは退場となります。皆様拍手でお見送りください。ありがとうございました。さあそして、本日はですね、ご来場いただいている皆さんと共に、名古屋グランパス公式アプリで生配信で、皆さんご覧いただいておりました。本当にありがとうございます。最後の最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。今度はまたここトヨタスタジアムホームゲームでお会いしたいと思います。ということでアプリの皆さん、以上で終了となります。ありがとうございました。さようなら、また会いましょう。ということでアプリの配信が終了になりましたので、改めてご来場の皆さん、寒い中もうね、続々とお帰りになられていると思いますけども、最後の最後までお忘れ物ないように身の回りご確認いただきまして、退場の際は先の方、進む方との距離を取っていただきながら、ゆっくりと順番に退出していただければと思っております。はい、最後の最後まで新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力いただいてのお付き合い、本当にありがとうございました。クワイフも言ってました、ぜひともみんなの気持ち、愛のナンバーワンを今度は結果としてのナンバーワンにつなげていくよう僕も頑張っていきたいと思います。ということで、またここトヨタスタジアムでお待ちしております。本日はご来場ありがとうございました。
またホームゲームでお会いしましょう。